ハンジュプラチナ1やば。もう一度。あ、俺も昨日打ち合わせモコウと一緒だったんだけど、あいつ今ゴールドのなんかいい感じのとこまで上がってるみたいなこと言ってたな。やばくね。でも分かんない、セックスしてる最中だったから、もしかしたらね、嘘言ってんだかもしれない。ちょ、見え、エッチしてる最中だから見えっぱりだったかもしれない。行くわよ、準備して。ピロートーク中だったから。もう今度何の打ち合わせしてたの。いや、次のデートどこ行くっつって。私は多くの今本当はもっと気持ち悪いこと言おうと思ったんだけど、だからそれを考えてる時に本当に気持ち悪くなっちゃった。やめたわ。いろいろ思い浮かんできたんだけど、俺何やってんだろうって。俺加藤だけどなんだあれって思ってやめた。何このキモいライフラインのやつ。最近坂本勇人がスパイギアにしか見えなくて、俺はなんかほっこりしてるわ。あいつが出てくるとさ、お、なんかスパイギアも頑張ってんなって。実験途中。坂本よりスパイギアでかいって、あいつどんだけでかいんだよ。やばっ。でっかい坂本隼人じゃなくて、ちっちゃいスパイギアなんだな。そうだな、俺の感覚間違えてたわ。ちっちゃい坂本隼人がスパイ、え、でっかい坂本隼人がスパイギアじゃなくて、ちっちゃいスパイギアが坂本隼人なんだな。プロ野球選手にさ、フィジカルで打ち勝つってとんでもねえぞ。今度聞いてみよう。スパイギアディスコしか知らないからさ、なんか学生時代スポーツやってましたかって聞いてみるわ。